おはようございます。急ですが日本に帰国することになりました。日本への帰国は昨年末に急に決まったんですけど、この1ヶ月間ずっとバタバタしていて全く帰国の準備を進めることができませんでした。今部屋はそのままの状態です。引っ越しの件についてはまた後ほど詳しくお伝えしたいと思うんですけど、まずはとにかく引っ越しが差し迫っているので、今日1日でこの部屋の中の荷物をすべて片付けていきたいと思います。頑張ります。今午前3時前です。やっと荷造りが終わりました。明日は朝早く起きてこの荷物を日本に送ります。ああ一旦寝ます。おやすみなさい。おはようございます。今は朝の8時20分です。これから PCR 検査を受けに行きます。緊張するね。とにかく眠いです。
最強日です。もうあとはほとんど出るだけなので、簡単にこの家のルームツアーをしたいと思います。まずはリビング、家具家電は備え付けのものでした。でリビングの奥には私の部屋があります。とっても窓が大きくて明るくて気に入ってた部屋です。そして私の部屋の横には彼の部屋もありました。私がほとんど在宅だったので彼が大きい方の部屋を譲ってくれました。寝室を別々にしていたのは、ベッドがどちらの部屋にも備え付けられていたので、十分な休息を取るために私たちは2つともベッドを使って別々の部屋で寝てました。で洗面所、トイレとシャワーと洗面台が一緒の部屋になっています。湯船はありません。キッチン、キッチンに食器乾燥機があって、洗った食器をここに入れて乾かすんですけど、これとても便利でした。で冷蔵庫も大きいのが1台備え付けでありました。外に洗濯スペースがあります。このマンションの決め手は新築でアクセスがいいことと、あと部屋の広さで決めました。私たちが住んでたマンションは台北の中山駅という駅の真上のマンションに住んでました。駅直結なのでどこに行くにもとても便利でした。これでこの家ともお別れだね。お別れか。そうだよ。よし、お世話になりました。この家にはとっても退去します。ネガティブでした。よかったね。一安心で、一安心。とりあえず出国はできそうな気がします。荷物も送ったし、 PCR 検査の書類も受け取ったし、あとは明日遅れずに明日遅れずに飛行機に乗ること。よし、あとは最後の台湾の夜を楽しみます。リンダイフォン食べたい。はい。Simply delusion, followed up with confusion. I was just substitution for a lonely bed. So that's impressive how much you're missing when I feel it's in my heart. Oh, yeah. Yeah, that's impressive how much you're missing when I feel it's in my heart. Oh, yeah. 安定安心とか、だけではやっぱり可愛い、可愛いですよね。はい、
皆さんこんにちは、ミクです。今台北の松山空港に到着しました。今出発ゲート付近にいるんですけど、ご覧の通り誰もいません。あと1時間ほどしたら飛行機に乗って日本へ戻りたいと思います。帰国が決まったのは昨年末で、突然決まったので、そこから引っ越し準備などでとてもバタバタしていて、ここを離れるという実感が全く湧かなかったんですけれども、今空港に来て出国審査を終えた後、急にここ台湾を離れるんだなと実感してとても寂しくなっています。帰国の理由は彼の帰任に伴うもので、彼と一緒に日本に戻ることになりました。私が台湾に移住したのは昨年の3月で、初めての海外生活でとても不安が大きかったんですけれども、台湾の皆さんは本当に親切で優しくて、そして台湾は治安が良くてとても住みやすく、1年間本当に楽しい思い出ばかりです。また台湾に移住してからは台湾人の視聴者の方も増えて、私におすすめのスポットなどたくさん教えてくださって本当にありがとうございました。約1年間の短い台湾での生活の Vlog でしたが、皆さん一緒に楽しんでくださいまして本当にありがとうございます。日本に帰国した後のこれからの私の生活の記録もぜひ楽しんでいただければと思っています。とても寂しいです。本当に素敵な場所に住めて本当に良かったです。また台湾に遊びに来れることを本当に楽しみにしています。台湾の視聴者の皆さん、ぜひいつか日本にも遊びに来てください。日本に帰国した後は政府の防疫方針に伴って自主隔離を夫婦ともに行う予定です。その隔離の様子も Vlog にできたらいいなと思っています。私事ですが、帰国についてご報告させていただきました。いつも、私の動画を楽しみにしてくださって本当にありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。では日本に帰国したいと思います。本当に台湾ありがとうございました。寂しいです。また来ます、台湾に。せいせい台湾、再见。Should I say goodbye? You start to get dressed.